これなんかは小走り程度のスピード感で書くんですよ。それをスースーって遅いスピードでゆっくり弾いたりなんかすると、それはゆっくりした動きになるんですよ。もうなんかね、あれは本当不思議ですよね。ワン・ツー・スリー・マンベそのペン先からどんなドラマでも生み出すことができる漫画。この番組では普段立ち入ることができない漫画家の仕事場に密着し、創作の秘密に迫っていきます。仕掛け人は浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた人気漫画家です。今回密着するのは自転車スポーツの世界を描いている渡辺渉さんです。画面から伝わる迫力とスピード感、最後まで力を振り絞る主人公の姿は絶大な支持を集めています。キャラクターを対決させる時も、キャラクターを出す時も常にやっぱ全力の人たちを描きたいなと思ってるし、なんかこう一生懸命一つ欲しいもののために頑張るみたいな、でそれをめちゃくちゃ頑張って頑張った後に、まあ、仮に失敗したとしても次の道が開けるよっていうようなメッセージはすごく、まあ少年誌なんで少年に向けて、まあ、僕はそういうのはすごい伝えたいなと思ってます。実は渡辺さんの趣味も自転車。自分の大好きな世界を漫画にしたそうです。まんべんネオ初の本格的なスポーツ漫画だけに、浦沢さんも楽しみにしています。スポーツものっていうのはね、こう書いてる人間もやってるぐらいの気持ちでガーッと入っていかなきゃいけないので、いやね、僕もやわらですとかハッピーですとか今までこう書いてきましたけども、相当疲れるんですね。これはね、今回はですよ、自転車ですよ。こんなね、見てる側もおそらく今日足パンパンになりますよ。待ち合わせはおしゃれな東京の南青山で。お、かっこいい。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。まんべん史上最も日焼けした漫画家じゃないですか。あ、そうかもしれないです。ですね。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。対談場所は渡辺さんお気に入りの自転車カフェです。それでは渡辺渉さんの創作の秘密に迫っていきます。こちらが渡辺さんの仕事場。二人のアシスタントと一緒に忙しい週刊誌の連載を10年以上続けています。仕事場に4台のカメラを設置、執筆を妨げないように撮影しました。今取り組んでいるのは渡辺さんの代表作弱虫ペダル。主人公は気弱で優しい高校生小野田坂道。ひょんなことから飛び込んだ自転車競技の世界で仲間と一緒にさまざまなレースに挑みます。熱くて泣ける漫画として大ヒット。単行本の発行部数は2500万部を超え、アニメや映画、舞台にまでなっています。そんな人気漫画の執筆に3日間密着することができました。
22ページ分のネームはすでに書き終えていました。ラフなタッチですが迫力満点、スピード感が伝わってきます。今回主人公の坂道は友人のキジと再会しレースになります。山の皇帝の異名を持つキジがロードバイクに初挑戦、その全力の走りを坂道に見せつけます。ネームの上に原稿用紙を置いて下書き開始。取り掛かったのは加速する記事のコマ。トレース台でネームを写し取るように。使っているのはシャーペン、100円ほどの軽いものがお気に入りだとか。僕も最近ネームねトレースするんですよ、はいはい、なんでしょうね、なんかネームに答えがあるんですよね。そうです、そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱこう脳内にある映像を最初紙に書いて具現化した瞬間がやっぱ一番フレッシュな線が引けてるんですよね。そうですね。だからあこういう感じだな、でファッて引いたのがいい線引けたな、いやらしくないのよ。そうそうそう、なんかね、そうですね、作為が入ってない。作為を、はい、こんな風なことをしようなんて思った瞬間にいやらしい絵になるんですね。そうですね、そうですね、はい、だから原稿に写すときはまあちょこっとずらしながらはやりますけど、うん、その車輪の位置とか調節しながら、はい、ほとんど構図はもうネーム通りって感じですね。いやでもさっきから見てると本当に早いですね。このデッサンをこの勢いで入れていくっていうのはね、毎度毎度まんべん見ると皆さんびっくりですけどね、今回もまた口あんぐりですよね。いや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 、本当に早い。およそ10分でこのページの下書きが終了しました。続いてペン入れ。まず手にしたのは面相筆、製図用のインクを使います。これは吹き出し？キャラクターからじゃないんだ。周囲の景色が流れる感じを大胆に。かすれたスピード感出すためにとかによく使ってます。今これ筆使って塗ってますけど、はいはいはい、先にこうベタをこう入れていくイメージね、はい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 、そうですね。結局漫画って白と黒のあとハーフトーンで表現してるから、そうですよね、まあ、とりあえず3分割してじゃあベタはここ全部ベタだからで塗っちゃうと、割と白で飛ばすとこここだからで割と結構早くできるはできるなっていうのは。いきなりマジックだもんねここねそうですね、はい、うん。あと僕最初の方から読んでってまずびっくりしたのが、はいはい、道路のベタなんですよ。だいたいこうグレーなわけじゃないですか、はいはいはい、道路なんて、はいはい、いわゆる画面構成としてまとまりづらいところであるんですよ本当グレーの道路が、はいはい、あそこにねバーンってベタが入ることでね、はいはい、距離感も調子も変わるし画面構成も出来上がるしって言って、はいはい、あれは発明ですよねありがとうございます。あれ渡辺さん
まだペン入れが終わっていないのに次のページに取り掛かりました。どういうこと？基本的にはだいたい2枚一気に動かすようにしてて、そうすると1枚絵を描いてる最中に、ペンが乾くのを待つ時間があるんで、その待つ時間もったいないんで置いといて次のページのペン入れを始めるみたいな。ドライヤーで乾かしたり、あとトイレットペーパーのロールのままくって乗っけるとかいろいろやり方があるんですけど、僕もあんまり好きじゃないんですよ。乾かす。僕も好きじゃないですか。うん、だから乾くまでどうしようっていうね、はい、それが結構手順になっちゃったりしますよね。そうですね。2枚同時に書いているんだ。週刊連載をこなすうちにインクが乾く時間を無駄にしない、こんな書き方になったそうです。前のページに戻っていよいよキャラクターのペン入れ。渡辺さんは太い線も細い線も引ける G ペンをメインに使っています。生地の表情が少しずつ浮かび上がってきます。耳や顔の輪郭、細かい線を重ねるように。まあ、太い線も引くけど、一本に絞るよりも複数の線で表現した方がこうブレみたいな速度感みたいなやつがすごい出るんで、それは僕も描きながらこんぐらい動いてるよねって思いながらこう描いてる感じですね。全ての線は絵にスピード感を出すため、渡辺さん今度はペンをずいぶん上の方で持って細い線を引いていきます。単行本で渡辺さんの作品読むと、ともすればスッと割と細い均等な線で入ってたりなんかする時があるんで、ミリペンって思う時もあるんですよ。ああ、はいはい、でもね、おそらくですよ、ミリペンだとインクの供給量が渡辺さんのスピードのペンスピードにミリペンは追いつかないんじゃないかと。G ペンってタンクが大きいんで、はいはいはい、うん、そういうことか。ボテッとつけていくから、はいはい、ガン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 書いても、はい、渡辺さんのペンスピードにちゃんと付き合えるのは G ペンなんじゃないかなと思って。あ、実は渡辺さん、Gペンの書き味には並々ならぬこだわりがあるんだとか。ペンってどうしても漫画の心臓部分なんで、これでいい線が引けるか引けないかっていう思いがすごいあって。なんかあれですって、いい時代の Gペン集めてらっしゃる。そうなんですよ、ね、最初尖っててギュンって開いてスッと閉じろみたいな。いい時代の Gペンは長持ちしますしね。そうなんですよ。折り返しのところに僕いつも写真と文章を載せてるんですけど、コミックスの、でその文章のところに、まあ、2005年以前のペン先をお持ちの方は送ってくださいとお願いを折り返しにしたらですね、うん、全国の皆さんから、うん、ペダルファンの皆さんから G ペンを送っていただいて、うんうん、素晴らしいですね、はい、もう僕そのストックがどんどん溜まっていってもニコニコが止まらないです、うん、ですね、本当ですよね。嬉しい。ファンの思いの詰まった G ペンが弱虫ペダルの世界を支えているんですね。続いて自転車。細かいディティールも自分で。どんどん行くよ。自転車って一番大変っていうか面倒くさいものじゃないですか。自転車は面倒くさいですね。人間の体にめちゃめちゃ紐づいちゃってるんで、荷重の乗せ方とか握り方とか、うん、足の圧のかけ方みたいなやつが、人馬一体ってよく言いますけど、はいはいはい、人車一体ですよね、はい、
これでもだからアシスタントにやってもらうっていうのは伝えられないもんね。伝えられないですね。相当難しいは難しいと思ってます。Gペンのインクが乾く間、再び2枚目へ。キジの本気の走りを追いかけ始める坂道の顔。渡辺さん、太い油性ペンを手にしました。いきなり文字を書き始めましたが、これは自転車の走る音？なんか僕も実際自転車の音なんかも聞いてて、なんて言語にするとなんだろうなとかやっぱ思うんですよね。で、まあ、ページめくって右からのスクロールでどこに音が入ってるとかいうのは一応考えながら、一回ドーンって来といて、ジャーっていう、こう自転車の音がハートで入るみたいな、そういうこう順番とか場所とかはすごい気にしながら書いてます、はあ、確かに音が目に飛び込んでくる感じです。坂道の顔は G ペンで。自転車競技の中でこう分かりやすくするためにっていう努力をされてるんだと思うけど、すごい特徴をつけていくっていうね。坂道くんなんか後ろでこういう丸2個書いてあれば坂道くんですよね。そうですね、はい。結構坂道くん丸で構成されてるんですよね、はい。目もまん丸だし、はい、眼鏡もまん丸だし、顔もまあまあまん丸なんで、はいはい。結構ロードレースが実は難しい部分って、そのみんなヘルメットにサングラスをしてるんですよね。わかんないもんね、はい、で人が識別できないっていう問題が結構あって、だからまあ大駒とかでバーンの時はもうキャラの顔優先でヘルメットなしっていう絵を描く時もあります、うんうんうん、まずはやっぱり面白く読めるかどうかっていうところってすごい僕の中でも重要だろうなと思います ね。正しいかどうかって絶妙に二の次の部分があるなっていう。そうですね、うん、とか入ってくれなきゃいけないしね。そうなんですよ、そうなんです、うん、まん丸メガネの坂道。スポーツ漫画の主人公としては異色のアニメオタクという設定です。自転車を漕ぐ力は小学生の頃から秋葉原まで往復90キロの道のりを重いママチャリで通ったことで鍛えられました。いやでもずっとオタクで通してるのは本当いいですよ。本当に僕自身がオタクに憧れがあって、お1個聞けば10個返ってくるし、うん、うわそういう専門家みたいな人がすごい、しかも趣味で、うん、お金にならないのにめちゃくちゃ知ってるってめっちゃかっこいいっていう思いがあって、うんはい、でなんかこうオタクを主人公にするっていうのがどこかでできるといいよなっていうところから、はい、坂道くんがオタクっていうところになってるところがあって、はい、目的のためにさ、いわゆる僕らも子供の頃、はい、お小遣いもらった、はい、欲しかったプラモデルが買えるってなった時の自転車のスピードったらなかったわけじゃないですか、はい、そうですね、うんはい、なんかやっぱこう心と体がこうつながって自転車って焦げちゃうところがあるんで、うん、やっぱそういう部分とキャラクターのやっぱもともと持ってる芯の部分っていうのは結構相性がいいんだろうなっていうのは、うん、はいつも思ってます。ずっと楽しいんだよねこの子ね。はい、そうなんですよ。キジを追いかける坂道、確かに楽しそう。再び1枚目の原稿へ。今度はサインペンで自転車のタイヤに影をつけます。
らに次々とペンを持ち替えて線を加えていきます。僕が気になったのは、はい、投げるんですよ、ね、割とあ、そうなんですよ、ね、で探すんですよこれ無駄なんですけど、ね、あれ意識しないだろうなと思うんですよ。もうとにかくスピードが自分の中であれがガーって上が、はいはい、ケイデンスが上がってるから、はい、でもそれで投げたりなんかしてるんですよね。結果としては自分が書いてるスピード感自体が作品のそのスピード感みたいなのには関わってはいると思うんですけど、加速する生地、風を切る楽しさが表情から伝わってきます。こんな渡辺さんの絵を見て浦沢さん気づいたことがあるそうです。本当のデッサンからしたら狂ってたりするわけで、はいはいはい、そうですね。原稿をひっくり返して確認するとちょっと歪んでると思います。歪んでたりするじゃないですか、はいはい、手前の車輪、後ろの車輪、はいはい、本当はちょっと出過ぎてる、引っ込みすぎてる、はい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 、ありますあります。でもおかしく見えないわけですよ、はいはい、だからそれはもう渡辺さんの頭の中の世界の正解を見せられてる感じなんですよ。あ、はいはい、でも僕それすごいもう気をつけてることっていうか、うん、僕の中で破綻がなければ、うん、大丈夫だろうっていうような気持ちではいつも感じ、だから逆に言うと僕の中での破綻が起こらないところまでは絶対的にこう詰めていくっていうことはやってる感じです。およそ1時間半で同時に進めていた2枚4ページのペン入れが終了しました。全力で走る生地、流れる景色からスピードの速さが伝わってきます。そしてそれを追う坂道、生地とのレースにワクワクしているみたい。渡辺渉さんは1971年長崎県生まれ。漫画家になるきっかけは小学生の時ある作品と出会ったから。初めて単行本っていうのを見たんですよ。僕それまで雑誌しか見たことなくて、こんなちっちゃい漫画があるんだって言ってすごいこうびっくりしたんですけど、でそれ読んでみたら同じ漫画ばっかり載ってるんですよ。同じ漫画ばっかり載っててめちゃくちゃ面白かったんですよね。でパッてタイトル見たらそれがドクタースランプだったんですよ。当時見たことなかったものをめちゃくちゃ書かれてたんですよ。本当にこう藁をブスって刺すような三本槍の農機具で太陽をブスって刺すんですよ。で漫画の距離感で言うと確かに刺せる位置にあるんだけど、そんなわけないじゃんっていうことなんですけど、ブスって刺してその太陽がプシューって空気が抜けて夜になるっていうのがあるんですよ。もう荒唐無稽なんだけど、やっぱこんなありえないことがあるをやっちゃう話ってむちゃくちゃすごいなみたいな。そして高校1年の時に書いた漫画がコンクールで初めて佳作に。憧れの鳥山明と同じジャンプでの連載を目指しますが、そのチャンスはなかなか訪れません。気がつくと15年近い月日が流れていました。15で新人賞っていうのが割とそこの空白感というか、そこが長いですよね。長いですね。だからその間にその僕の中ではいろんな人がすごい速度で追い抜いていってる感覚なんですよ。で僕のジャンプの時代に載った読み切り作品とかって、うん、実は小田さんとかブリーチの久保泰斗先生とかと一緒に乗ってるんですよ、うん、それなのに向こうはもう燦然と輝くきらびやかな世界へドカーンと出たかと思ったら、もうブーストかかったみたいにバーンって売れるから、うん、もうどうすりゃいいんだみたいなっていうところで
ジャンプから、いや君はもうちょっとうちじゃないから青年紹介しますとか言われて、戦力外通告受けた時に、ああやっぱ自分は天才じゃないし鳥山明じゃないんだっていうことになったんで、もう何にもできない凡人だからとにかく言われたこと全部やろうって言ってやってって、そして30歳を前に初めて月刊誌の連載を勝ち取ります。サプリメンです。今回その貴重な生原稿を特別に持ってきていただきました。じゃあちょっとよろしいですか。はい、はい、すみません。あ、達者だ。いやいや、もう全然もう本当に。サプリメンは主人公の少年が好きな女の子の気を引こうと薬が10倍効くサプリを飲んで様々な騒動を巻き起こすコメディです。ああ、これあれですね、今と比べると全然あの言っちゃえばきちんと入れてますよね。ああ、そうですね、結構線をきちっと終わらすみたいな。今やっている原稿とは全く別物ぐらいの綺麗さですよね、はいはい、しかしやっと掴んだ連載も人気は今一つで14話で打ち切り、単行本化もされず今では幻の作品となっています。渡辺さんはその後も漫画を描き続けます。編集者の要望に応え、ネットから生まれたベストセラーを漫画化したり、可愛い女の子を主人公にしたり、しかしどれも満足なヒットには結びつきませんでした。ちょうどその頃、趣味でロードバイクに乗っていた渡辺さん、編集者からどうせなら自転車競技を漫画にしてみたらと言われ書いてみることに。こうして2008年、渡辺さん37歳の時に連載を始めたのが弱虫ペダルでした。趣味を漫画にしちゃうとちょっと趣味が面白くなくなっちゃうかもしれないって思ったんですけど、趣味が仕事になるとめちゃくちゃ楽しいってことが分かりました。それは本当に自分が走ったりとか自分がこう自転車を通して感じたこととか、まあ、メカトラとか、まあ、パンクしたりとか転んだりっていうこと全部が漫画のフィードバックできる。弱虫ペダルは大ヒット、連載は現在も続いています。すごいいい話というか、最終的には俺の趣味だけの作品を作ったわけだからね。最後はそうですね。そこにたどり着いてもね、俺あれがやりたいこれがやりたいじゃなくて俺がやりたいようにやるんだぐらいのことになってるわけです。そうですね、いまだに自転車乗るの全然飽きないし、昨日も乗ってきました。160キロほど、はい、160キロほどすげえな。100マイルですね、はい。再び執筆へ。カラーの扉絵に取り掛かります。すでに下書きは終わり、ペン入れから。渡辺さん、カラーの時は耐水性のインクでペン入れをして線がにじまないようにしています。久しぶりに会った坂道と雉、二人が仲良く並んでいる様子です。カラーではどんな紙に書いているんだろう。画用紙じゃないですよね。あ、違いますね、原稿用紙の裏です。ペンのノリの方を優先してるみたいな。カラーだけちょっと特別なっていうよりはそこも含めて劇中の一部みたいなところであってほしいなっていうのはあります。Gペンで自転車をフリーハンドで書いていきます。気をつけていることがあるそうです。自転車って毎年カラーリングとかフレームワークとか変わるんですよ、はい、で、はい、本当に自転車のギア自体も数年ごとにモデルチェンジどん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 していくんで、はい、ものすごい細かいとこまでは書かないようにしてるんですよ。書いちゃうとこの年式のこのギアだとか
この年式のこのホイール、これ10年前のやつ未だに使ってんのみたいな感じになっちゃって、はい、国名に書いちゃうとね、そう全体的にちょっと古く見えちゃったりするんで、だから坂道がインターハイ最初に乗ってたギアってその握るとこからコードが出てるやつなんですよね、うん、これが数年経ってこのコードが内装化されちゃって、ははもうここからコードが出てること自体がちょっと古くなってきたんで、坂道くんの1回目のインターハイの後半はスーってなくなってます、うん、あそうですか、一応いつでも読める漫画にしときたいっていう。ファンなら気になる主人公たちの自転車、人知れずいろいろな配慮をしているんですね。ペン入れが終了、いよいよ色塗りです。渡辺さんは水彩絵の具を使っています。紙のパレット、手軽で使いやすいそうです。まずは全体的に青で下塗り、絵に立体感を出すためのベースになるので大胆に。この吸い込まない感がカラーのタッチになってますよね。おそらく普通の画用紙だとこのタッチ出ないんですよ。あ、そうなんですか、うん、続いて2人の肌の部分、線画はコピー取ったの？それとも線画はペンで描いた線？あ、ペンで描きました。ペンで描きました。一番じゃあもうこれ一点物なんですよね。あ、そうですそうです。こっちの緊張感が、うん、の方が全体いいって思って、うん、なんかもう二度と帰れない感じがいいなっていう。それはありますね。はい。もうあもうこんなになっちゃったからもうしょうがない。じゃあこれをいい感じにするための努力みたいなやつを周りでやるみたいな。そういうのが始まると思いがけないことができるはできるんで、例えば多分17巻だったと思うんですけど、金城がこういうやってる表紙があるんですけど、こう黒い粒みたいなやつがバーンってでっかいの飛んでるんですよ。あれ本当に飛ばしちゃって落としちゃって、もうなんか飛んでる感じにしようって言ってごまかして、ドキュメンタリーでね。そうですね、はい。なんかでもそれも味わいなのかなと思って。ぶっつけ本番だからこそ生まれた絵なんですね。だんだんと色が重ねられていきます。道路にはローズマダーで赤みが加えられました。空の青と赤みがかった道路のコントラスト、塗りムラがあることで走り込まれた道路の感じがよく出ています。仕上げには白、背景や自転車にハイライトを入れ光っている感じを加えます。まあ、自転車の中にねちょっとこう光をキラッとさせたりとか、まあこれあるのとないのと比べてみると結構あるとやっぱこうパッて明るくなるんで、少年誌的には僕は多用するようにしています。はい。自転車のスポークも白でキラキラとしてきました。ちょっとした光で絵がパッと明るくなるって本当ですね。およそ2時間で扉絵の色塗りが終了しました。ロードバイクを手に並ぶ坂道と雉、二
人の仲の良さが感じられる素敵な絵に仕上がりました。午後6時。あれ？渡辺さんの姿がありません。実は渡辺さん、週5日、仕事の合間に1時間ほどのトレーニングを欠かしません。仕事場のガレージにはこれまで乗ってきた自転車が所狭しと並んでいます。気分転換にもなりますが、自ら立ち上げたサイクリングチームでレースに出場するための訓練でもあるんです。週5でトレーニングしてどれぐらいパフォーマンスが上がるのかとか、レースの時とか長い練習の時に自分のパフォーマンスが出せるかみたいな、ちょっとそういう部分の自分の体を使った簡単な人体実験みたいな要素もちょっとあるんです。なんだその生活すごいな。いや楽しいっすね。おそらく渡辺さんの場合は自転車でそこで健康になっちゃってるから、はいはい、ね、仕事でぐーっと詰めたのを自転車で抜いてるから続いちゃってるのかもしれないね、はいはい、そうですね。それはね、本当に自転車ってエピソードとかネタもくれるし健康もくれるっていうのが、うん、あ、なんてすごい乗り物なんだろうっていつも、はい、思ってるんですよ。漫画を描くために乗るってなってくると、それ無限ループだよね。そうっすね。いやそうなんです。好きなもんのね。そうなんです。なんか甘いもの辛いものみたいな、こう食べ物で言うと、ね、無限ループ感はすごい。すごいですよね。大好きな自転車に乗った後には大好きな漫画が待っています。今回一番大きな見開きのコマ、キジがいきなりスピードを上げ坂道を引き離していく様子を前から捉えた迫力のカットです。渡辺さん、この絵ではトレース台は使いません。ネームを横に置いてイメージを膨らませ、原稿用紙に直接下書き。こんぐらいの形かな、こんぐらい丸いかなと思いながら描いてる、迷いながら描いてる線がすっごい魅力的な線になるんですよ。実はここぞという大ゴマでは一から線を探っていくんだ。いやー早い早い早い。この一枚の絵の中の動きみたいなやつっていうのが僕すごいやっぱ好きで、はい、大きな構造体があってその手前に物があるみたいな、この相関関係みたいなやつはものすごくやっぱ僕大事にするんですよね。あとはレンズ感、あとっても望遠使いがうまいし、あ、あの道がこういう風になっているのを、はい、やっぱりあれ普通の標準で撮ったらは見えないわけで、はいはい、でおそらく頭の中のレンズをガチャって変えてると思うんです。そうするとこう行って見えなくなってから向こう見えるとか、はい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 、やはりあの空間感の持ち主だからこそこのドラマを始められたところもあるかもしれないですよね。このページの下書きはわずか10分ほどで終了。続いてペン入れ、最初は面相筆、太くて黒い線をあちこちに入れ、この見開きの画面構成を決めていきます。一気に前に出る生地、
デフォルメされた上半身の輪郭は面相筆で力強く。まるで生地のスピードが乗り移ったみたい。指先など細かい部分は G ペンに持ち替えて、どこに一番力が入っているのか探りながら、書きながらやっぱバランス取っていくんで、ここに人が乗ってて自転車の荷重ってこっちにかかってるんだったら、もうちょっと自転車自体後ろかなとか、ペン線の段階でずらしていく感じですね。下書きと本番の線を比べてみると、確かに微妙に変えています。力が入って歪む自転車、自分にとっての正解の線をフリーハンドで。原稿を逆さにして道路に書いている、これは軽いですよね。ありがとうございます。ドーンと出たところの起点がいつもバーンってなってるね、はいはい、そうですね。あとは車輪がビューンってなってる時にボンボンってなってるのは、あれはあれですかね、回転のあれですかね。そうですね、なんかこうグングンみたいな加速ですね。そう、加速が1段階2段階みたいな、ギアが上がっていく感じ、はいはいはい、いや本当に気持ちいいよ。ありがとうございます。道路が弾けるような表現、そこから一気に加速した様子が伝わってきます。続いて丸ペンで細い線を加えていきます。いわゆるスピード線をあちこちに。渡辺さんは3種類の定規を使い分けてスピード線を描いています。今使っているのは直線用の定規。続いて雲型定規、道路のカーブに沿って曲がったスピード線を描くときに使います。この定規は五円玉を貼り付けて少し浮かせています。定規についたインクで原稿が汚れないように渡辺さん自身が作ったそうですが、随分年季が入っています。なんでこれを使ってるかというと、使ってるうちに実は このラインがどん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 削れて湾曲してってるんですよね。この線を引くごとにプラスチックが削れてて、でこの削れてる R を使って、道路のやんわりとした曲線をこれで引いてます。こんな感じです。こんな微妙なカーブを使い分けてスピードを表現しているんですね。どこにどれくらいのスピード線を入れるかは渡辺さんの感覚、自分が実際に自転車に乗って感じたイメージだけが頼りです。もはや前人未到ですよ。いやありがとうございます。書きっぷりはシンプルに、僕の場合ってキャラクターは当然キャラクターだから自分が書くんですけど、はい、
自転車もキャラクターなんで自転車も描く、ねうん、であ地面もキャラクターだからじゃあ自分で描かなきゃいけないよねってなると、うん、スピードもやっぱキャラクターなんで、はい、おじゃあ集中持って描いてくと、はい、あの結果画面全部自分で描くことになるみたいなそんな感じになりました。この番組でこの作画の様子をあの読者の皆さんが見てね、はいはい、全部やってんのっていう風になって、はい、この弱虫ペダルのね見られ方がねこの番組で変わるような気がするんですよ。あそうっすかね。画面全体から出てくるグワーっていう、はいはいはい、躍動感や圧みたいなものって、はいはい、渡辺さんがの全部だったのね、はいはい、っていうのが分かることでねこの漫画の圧みたいなものっていうのをの感じ方が変わると思うんですよ。時に荒々しく時に緻密に描かれた全ての線に渡辺さん自身の熱が込められています。1時間ほどかけてこのページのペン入れが終了。一気に加速する雉と必死に追いすがる坂道、自転車競技の魅力が余すところなく切り取られた大迫力の一コマになりました。日本漫画誕生以来こういう躍動感のある絵ってやっぱり日本の漫画がーっと深めていったことなんですけど、はいはい、渡辺さんのこの描き方ってなんかかなりにたどり着いてるところだなって感じするんですよ。とんでもない躍動感、でもなんかこう不思議なんですよ。あのこんなに動いてるものだから、はい、アニメーションや実写映画の方が動いてるものは本当は得意なはずなんですよ、はいはい、だけど漫画の躍動感が一番勝ってるんですよね。アニメーションも実写もありがたいしすごいと思うけど、うん、僕は本当に漫画ナンバーワンだなと思ってます。15年目を迎える弱虫ペダルですが坂道はまだ高校2年生。これからどんなドラマが待っているのか本当に楽しみです。こうすごい印象に残ってるのはあのお母さんがいらっしゃってご兄弟小学生高学年ぐらいのご兄弟が2人連れてきていただいて長男坊はすごい弱虫ペダルを読んで自転車に乗りたくて自転車選手になりたいって言ってるんです、次男坊は漫画家になりたいって言ってるんですって言ってもらってめちゃくちゃ嬉しいって思いました。この漫画見て刺激受けた子たちが次何してくれるかってやっぱり楽しみですよね。本当に、うん、なんかこんなに動いてる漫画を子供の時に見ちゃったらびっくりしちゃうもんな。